作るんがないのにエボの壇上行ってますから鉄拳力あるなすげえわこれナプスはナプスね、なんか大学に行ってた時に日本語の授業が少しあったんだって。だから日本語は少し読めるの、読めるし喋れる、ちょっとね、ちょっとできる。で自分でアメリカでバンダイナムコ ID のアカウント作ってたナップスさんになってたやる気満々だと、うん、ナップスさんこれ自分で登録してるから俺がやったんじゃなくてさっきまでノーネームだったんだけど、だからノーネームで獣団をぐちゃぐちゃにして駆け上がってきたわけだけど残念ながらノーネームのすごいブライアンはナップスさんです。当たった人いるんじゃないか。うわー、しっかりしてらっしゃる。 KO Round 2 Fight。ブライアンだけに限れば2位よりやってるはずだからね。そうですね、他全然サブキャラ使ってんの見ないもん。確かに。ナプスはタック2の時ブライアン、ドラグノフだから、ドラグノフも使えるはずなんだけど、ただの相棒として使ってただけです。確実に検定ぐらいあるブライアンが今ありそう。検定ありそう。サブカじゃないですよ、本科です。本科本科多分勝率 80%90% ぐらいじゃないのかな。1時間1000円のタイムレンタルやるって言ったら、いややんないって。元が取れねえと。いやいいと思う。KO ラウンド4ファイト。見えてるね。経験がないのに。アメリカ勢って、その要はゲーセンがメインプラットフォームじゃないから、ああいう思い出だとかね、かなり見てくる。本当にそこはね、ちょっと違うよ本当に。そうなの。思い出だ、すげえ見てるのと。なんていうのかな、受け身、空中コンボの後のダブルアップの時の受け身後の重い下段とか中ぐらいの下段、レオのキスとか当たんない。すごい書いてるんでしょうね、意識を。なんていうのかな、相手さん。うわっ、うわっ、ジーニアス。ジーニアス、ジーニアス出ましたね、これジーニアス。ナプス、いやいや、ダメ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 とか日本語喋ってさ、ダメダメとか言ってダメ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 。え、ジェッパガンガン入れてた。俺全然試合見てなかった。さっき決めてました。やばいな、敗戦4で。これ2位超えあるんじゃない。2位超えありますね。2位超えのブライアンなんじゃないか、これ。ラウンド1ファイト。なんかあんま日本にいないようなタイプな気がするんだけど。2位はこのナプスはこのオフィシャル大会のグランドファイナルの出場者で、12月12日来週なんですけど、1週間先もって早入りして日本を満喫したい。日本好きなのかな。うちはくいやーすごいね、もうずっと横移動してて。え、何あの技、何何あの裏剣、あれ一番強い技、一番強い技、一番強い技。え、横移動、横移動 LP、 LP 上段、上段ノーマルコンボ、ハンマーコックに、これあの技なのかな。ラウンド2強いね、あれ。ファイト。リーチもクソ長くて長いね。
一応何段まで行くのかな今日。コンボがうめえんだよ。ナプスに来る前にそのまあ来てそんなに早く来るんだったら俺の生放送出る。でも1週間後には大切な大切なグランドファイナル賞金がかかってるとかあってそんな本キャラとか使ってたら研究されちゃうじゃん。まあそうですね。それだからやめとくって一応確認したらそんな考えはもうバカバカしい。アメリカだね。スケールが違うよ本当に。そういう考えを持ったやつは俺は嫌いだみたいな。でもスタンプ送られたからやろうやろうストリーミングやろうみたいな。すごいね。かっけえわ。どんどん研究しろみたいな。かっこいいね。あちなみに2位も、2位は1週間前の早入りしないですけど来週来ます。12月12日が、オフィシャルのグランドファイナルで12月11日の前日はなんか出場者の人たちはリハーサルとか忙しいみたいでフリータイムがないらしい。で12月の10日木曜日は2位が来ます。なんだよ聞いたか。俺だってストリーム出してんじゃねえか。ガンガン出してんじゃねえか。俺エボ行く前とかめちゃくちゃ出してたからね。まあね、クロクロのやることは分かってるよとかアメリカさん言ってたから。うわ人対策されちゃったアメリカ。ハイハイじゃねえんだよ。おめでとうございます。 NG ユーザー You will go NG ユーザー USA 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 Come on Round 1 Fight さあ俺が先行カードとかあの2月18日から1ヶ月とか、まあ、そもそもこの鉄拳セブンでこんなにゲーセンで、放送してるのはさ生放送してるのはさ今ライブモニターないからやんなかったら見れなかったんだよみんな。そうだよ。世界の友達が鉄拳友達がかわいそうじゃん本当だよな。だからやったんだよ。あ無理無理もう謝っても NG ユーザー行く。君のコメントは見えない。君のコメントは見えない。まあ見えてんだけどね。まあメッケン早えよ世界最速メッケンじゃねえのこれ相手のドラグノフ。うわ暴れてきた。ノーネーム。これあれサブカーでお遊びってやつですね。あそういう系ね。97勝で負けたの。いやいやいやこれはサブカーですよ。鉄拳人は日本の相手はナプスさんだぞ。ジーニアスナプスだぞ。何してるんだよサブカーでね。ちょっと今日は軽くもむかみたいなお茶を濁したいと思ったらナプスですよ今日初段ですよ。今日入門生ですよ。入門生スタートです。入門生スタートなんだ。あ向こうはカード使えないないのか。使えない。あないんだ。カードが使えるのは、あカードは使え、アメリカは使えない。アメリカは使えない。ノーカード。オンラインがあるのは日本と韓国だけ。で、アジア圏内はマナパスはカードは使えるけど店内対戦だから。アメリカはカードすら使えない。なんかもう段位っていう概念がじゃないんですね。アメリカには
ない。家庭用はまああるとする。家庭用もないよ。家庭用もないんだ。ない。だから、あ、そっか。それってアメリカのエボとかの大会とかでアメリカ勢だって心がやられないからいいんだよ。日本勢としては、日本勢とその行く人は。なんかさ、対戦相手が段位が見えるじゃん。あ、この人これぐらい知ってそうだなとか、そうですね、ちょっと信頼して、うん、次はこうしようみたいなことになるんだけど、それが全くノー情報だから、ノーインフォメーション、ノーインフォメーション。あと何分です。怖いんだわ、これが。うまい、はい、うまい。グライアンうまい人かっこいいよね。本当強いだけじゃつまんねえから、うまくなきゃ。見せ場であるからさ、見せてるよ USA は。本当 USA マジで。さあ、この90何勝の負けんドラグノフ負けちゃうのかな、お茶を濁しに来たら。あのスワッシュの落とし方がね、ちょっと知ってるよ。ああだ、日本よ、アメリカを投げるな、日本よ、これがストコンだ。アメリカを投げるな。ナップさんやで。 Get ready for the next battle.アメリカはあります。サンフランシス、サンフランシスコとニューヨークだけ。なんかロケテストでいろいろ、ロケテストっていうか基盤が、ま、回ってんだって勝ててよ。あ、そうなんだ。いつからいつまではどこ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 みたいな感じ。出てきたのは円卓の騎手アーサーさん。これソールドアウトファンですよ。ソールドアウト、ウェカピッポ、ウェカピッポの人、ウェカピッポ。円卓の騎手っていう歌があるんで、ラップがある。さすが、さすがウェカピッポ勢。ウェカピッポ勢、ウェカピッポ勢。あら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 。解散しちゃいましたけどね、ソウルダウンは。嘘、うん、え、知らなかった。解散しましたよ、もうとっくに。あ、そうなの。伝説は伝説のまま終わったんだ。伝説になった。解散したんですよ、ソウルダウンの。え、セブンって400、何、2ドルとかそんな高いの。嘘だよ。あとね、ソースどこだ、おいつ、そんなとどやでコメントしてると。本場もんのいるで、いるで、アメさんがいますからね。アメさんが、アメさんが、アメ公さんがいますからね。プレッシャーがやばい。アメリカ勢は最強の動画勢ですから。ギギーも強し、円卓の騎士を合わせ。ゲームを終了。あ、今、あ、動画じゃない、動画じゃない、
そこら辺知ってるんだね。これ柄違うなみたいな。これさっき見た柄だみたいな。